あなたが私のマスターか。召喚に従い参上した。これより我が剣はあなたと共にあり、あなたの運命は私と共にある。ここに契約は完了した。それでは行くが、後のことは分かっているな。成人するまでは教会に貸しを作っておけ。それ以後の判断はお前に任せる。お前ならば一人でもやっていけるだろう。いずれ聖杯は現れる。あれを手に入れるのは東坂の義務であり、何より魔術師であろうとするのなら避けては通れない道だ。お父様。
いずれ聖杯は現れる。あれを手に入れるのは遠坂の義務であり、何より魔術師であろうとするのなら避けては通れない道だ。よし、それじゃあ一つ気合い入れて一人前になりますか。うるさい、止まれ。はいよ、もう昨日は遅くまでやってたんだから、もうちょっと。聞かないやつ。遅刻はまずい。そうそう、あらかじめ30分ずらして目覚ましをセットしたんだから、あと30分は眠れるはず。30分ずらして？必要もないか。まあその、自慢できることでもないんだけど。
そうだ、ペンダント持っていかないと。何しろ100年ものの石だものね。うちにある宝石の中じゃダントツで最強だし。まだ始まったわけじゃないけど、用心に越したことはないか。切り札だものね。これに秘められた魔力なら、できないことはないぐらいなんだし。For your fallen dry. <笑>別にいいけどね。野良猫でさえ入ってこないってどういうことよ。日本の土が合わなかったのかな。あれ？なんだろう、思ったより静かなんですけど。まあ、こういう日もあるか。はあ、けどさすがに。あれ、トーサか？今朝は一段と早いのね。やっぱりそうきたか。おはよう。今日も寒いね、こりゃ。おはよう、三つづりさん。つかぬことを聞くけど、今何時だかわかる？ん？何時って、7時前じゃない。大阪寝ぼけてる？
うちの時計1時間早かったみたい。しかも軒並み。目覚まし時計はおろか、柱時計まできっかり早まってた。どうさか？気にしないで。別に大したことじゃないから。それより、三つ釣りさんは今日も朝練？ええ。弓道部は問題児も多いし、うまいのが一人減ったからね。4月の新入生獲得のために少しぐらいは見栄えを良くしとかないと。そう、気苦労が絶えないのね、相変わらず。他人事だからって言ってくれるわ。あ、ついでだから見ていく？登坂が見学する分には男どもも喜ぶけど。弓道部か。そうね、様子を見るだけなら付き合うわ。早く来すぎたからやることもないし。よし、じゃあ善は急げ。早速行こう。ほらほら、まだ開始まで時間があるし、中でお茶しようぜ、遠坂。さて、単刀直入に聞くけど、そっちの調子はどうなのよ、遠坂。いい加減頼りになる相棒は見つかった？はあ、ほんと、いきなり本題に入るのね、あなたは。その言いぶりだと、そっちはもう見つけたんだ。ノーコメント。遠坂が手を沸かすまではこっちも秘密さ。で、どうなのよ、その疲れた顔を見ると脈ありって感じだけど。こっちもノーコメント。あなたに隠してもどうせ見抜かれるか。残念ながらこっちはまだよ。綾子の方は？お互いのんびりしてる余裕はないはずだけど。そうなんだけど、私も雲行きは怪しいわ。とりあえず取り繕うことはできるけど、ことがことでしょ。この先の命運がかかってるんだから、妥協するわけにもいかないし。勝手に決めて私に負けるのも嫌？もちろん、私にとって重要なのはあんたを任すことだもの。何が手に入るとか、何を手に入れるとかは二の次よ。似た者同士ね、私たち。ええ、初めて会った時に言ったでしょ。あんたとはそういう関係にあるんだって。ところでさ、
私たちなんでこんな話してるんだっけ。なんでって言い出したのは遠坂でしょ。あんたがいつまでも彼氏がいないのは女としてどうよなんてこぼすもんだから。なら3年になる前にどっちが先に男作るかって勝負になったんじゃない。ああそうだった、売り言葉に買い言葉ってやつだった。で、遅れを取った方が一日言いなりになるんだっけ。ええ、今時子供でも交わさない約束だけど、あんたと私に限って往生際が悪いってことはないでしょ。どんな結果になろうと負けた方はおとなしく勝者に従うことになる。それを思うと私は今から楽しみで楽しみで。つづりさん、楽しむのは結構だけど目的を違えないよう気をつけなさい。勝負の内容は後先だけじゃないでしょ。わかってるって。遠坂より早く遠坂が心底羨ましがるような関係にならないと完全勝利とは言えないからね。ま、私たちにとってはそれが一番厄介な問題なんだが、どんなにいい男だろうと好きになれなきゃ意味がない。ちょっと私たちって何よ。私たちって断っておきますけど、私はそっちと違って冷血感じゃありません。男の子を好きになるなんて問題でも何でもないわ。ああそれ嘘、もしくは気づいていないだけ。遠坂が男を気にかけるなんてことは絶対ないもの。今まで数えきれないぐらい告白されたくせに一つも色良い返事してないじゃない。少しでも興味があるなら付き合おうって思うでしょ。なのに断り続けるってことは、あんたは男に興味がないってことよ。発想が貧困ね。その場合すでに好きな相手がいるから断ってるって話もありじゃない。うわすっごい美談。いいねそういうの、ロマンだな。そうね、私もそう思う。認めるわ、私こと恋愛に関しては素人みたい。そういうこと、似た者同士だって言ったの遠坂でしょ。でもうじき7時か。秘密の話はこの辺にしとこう。いつ人がやってくるかわからないし、朝になったら学生らしく振る舞わないとな。まあ、三つ鶴さんにもそういう世間体があったなんて意外だわ。ええ、これだけでも早起きした甲斐があったみたい。ふん、あんたほど筋金入ってないけどね。私の世間体なんて遠坂凛に比べたら灯籠の斧ってもんよ。あんたの猫かぶりは擬態っていうより別人格のレベルよ。別人格。で、遠坂はどうして部活に入らないのよ。
運動神経がないなんてざれ言は聞かないからね。私は去年の体力測定でことごとくあんたに負けたのまだ恨んでるんだから。あら、肺活量では三つ釣さんに負けたわよ、私。あと、体重も三つ釣さんのが上だったけど。やった、重さで3キロ上回った。って、体重で勝っても嬉しくないってのよ、このタヌキ。危ない、お茶がこぼれるでしょ、三つ釣さん。首相なんだから道場は大事になさい。うるさい、私は首相である前に東坂のライバルだ。部員がいなけりゃあんたに食ってかかるのは当然よ。なければ首相じゃないなんて問題発言じゃないそれ。問題発言なもんですか。私はお飾りの首相だから、できることって言ったら不良部員を取り締まることだけよ。私以上にしゃが立派なやつがいるんだから、首相としての面目なんてないわ。そうなの？藤村先生、三つ釣さんは飛び抜けてうまいって言ってたけど。あの人がそう言うなら、そりゃ少しは自信が持てるけど、まあ、いなくなっちまったやつのことなんて考えても仕方ないか。そうね、藤村先生がそう言ってくれたんなら、真面目に首相やんないとまずいか。そうそう、噂をすれば影。そろそろ部員がやってくる頃でしょ。私はおいとまするけど、三つ釣さんはきちんと首相になりなさい。何、見ていかないの？社見てもわからないもの。遠くから眺める分にはいいけどね。福心得者が道場にいるわけにはいかないでしょ。ございます、首相。ああ、おはよう、マト。今朝は一人？はい、力になれず申し訳ありません。ああ、いいっていいって。本人が弓をやらないって言うんなら無理をさせても仕方がない。それじゃあ失礼するわ。また後でね、三つ釣さん。ああ、また後でね、東坂。お疲れ様です、東坂先輩。ありがとう、さくらもしっかりね。やあ、東坂、おはよう。朝から君に会えるなんて、ついてるな。おはよう、マト君。今日は早いのね。当たり前だろ、首相なんだから早めに来ないと一年に示しがつかないじゃないか。ご機嫌なところ悪いんだけど、一文字抜けてるわ、マトー君。大事な字だから忘れない方がいいと思うけど。ん？一文字抜けてるって
何がさ。幸福の福、字は違うけど響きは一緒でしょ。副首相さん気をつけなさい。別に首相も副首相も変わらないけど、変に意識するとこだわってるみたいに聞こえるでしょ。そうだね、今後は気をつける。ありがとう東坂。お礼を言われるようなことはしてないけど、まあマト君がそう思ったのなら私には関係ないか。ちょっと待てよ、見学に来たんだろ。なら見ていけばいいじゃないか。東坂なら大歓迎だよ。遠慮するわ、練習の邪魔をしたくないもの。そんなの構わないよ、他の連中が気に障るんなら締め出すからさ。ちょっと寄っていけって。だから邪魔をする気はないって言ってるでしょ。それに私別に弓道に興味があるわけじゃないから。知らない奴の試合を見ても嬉しくないわ。ん？なんだよ東坂、弓道に興味はなかったのか。へえ。だっていうのに放課後になると遠くから見てたのはそういうわけかな。なんだ知ってたの、マト君。ああ、よく目があったんだぜ、僕と東坂。シャオを得てさ、斬新の時に限って東坂は僕を見ていたろ。声を返したかったけど、一応決まりでね、車上では声を上げちゃいけないんだ。勘違いしてたよ、東坂は弓が好きなんだと思ってたけど、弓道には興味がないんだろ。ならなんで東坂は道場を見ていたのかな。離れてくれないかしら、マト君。私あまり人に近寄られるのは好きじゃないし。ん？なあに、東坂。呆れた。ここまで言ってもわからないのね。趣味じゃないけど仕方ないか。簡単にあなたにも理解できるように言ってあげる。いい？マト君。私は弓道に興味がない以上にあなたに興味はないって言ってるのよ。実際あなたが車上にいたなんて今初めて知ったぐらいだし、きっとこれからも目に入らないわ。なんだと。それじゃあね、マト君。自意識過剰なのも結構だけど、ほどほどにしておいた方がいいわよ。東坂、お前。さんだ。おはようございます、藤村先生。うん、おはよう東坂さん。ちゃんと挨拶してくれて先生は嬉しいよ。あの先生、ちゃんと挨拶をする以外にする挨拶があるのでしょうか。うん、あるわよ。
1年生はちゃんと挨拶してくれるんだけどね、上級生になってくると私の名字で挨拶しないんだから。遠坂さんはああいうやからの真似しちゃダメだからね。はあ、よくわかりませんけど、先生に失礼なことはしませんが。よしよし。ああ、みんながみんな遠坂さんみたいだったらいいのにな。大阪。あら、生徒会長、こんな朝早くから校舎の見回り？それとも各部室の手入れかしら？どっちでもいいけど相変わらずマメね、そういうとこ。ふん、そういうお前こそ何を企んでいる。部活動もしていないお前がこんな早くに何の用か。ただの気まぐれよ。リュウドくんちみたいに早起きじゃないもの、私。一つ聞いておくが、最近夜遅くまで校舎にいたことはあるか、遠坂。ないわね。私が帰宅部だって知ってるでしょ、竜道くんは。当然だ。生徒会長を任された以上、全校生徒の情報は把握している。そう、なら私に聞くまでもないでしょ。なんだってそんなことを聞くか知らないけど、生徒会の仕事を部外者に押し付けちゃまずいんじゃない？情報収集は一人でやりなさいよ。私みたいな部外者に頼らないで。たわけ！お前のどこが部外者だ？うちの会計の首根っこ掴んで悪さをしたのを知らぬと思ったが、このメギツネ。あら、人聞きが悪いわね。あれは三つ釣さんに頼まれて部費の割合を明らかにしただけでしょ。みんなの予算がどこに使われているか調べるなんて生徒として当然の行為だと思うけど。なんと、うちの会計を一週間休ませた精神的ダメージが当然の行為なのか。とんでもない倫理観をお持ちのようだな、相変わらず。あなたもね、部下の手綱ぐらいちゃんと握ってなさい。文化系ばかりひいきするのはフェアじゃないわ。わかっている。だからこそ俺の手で不正を正したかったのだが。伊勢、修理終わったぞ。と、悪い、頼んだのはこっちなのに、エミヤに任せきりにしてしまった。許せ。そんなこと気にするな。で、次はどこだよ。あんまり時間ないぞ。ああ、次は視聴覚室だ。前から調子が悪かったそうなんだが、この度ついに天寿を全うされた。天寿全うしてたら直せないだろう。買い直した方が早いぞ。そうなんだが、
一応見てくれると助かる。俺から見れば臨終だが、お前から見れば仮病かもしれん。そうか、なら試そう。朝早いんだな、遠坂。それはいいんだけどさ。仕方ない、予習でもしてよ。三枝さん、けどごめんなさい、私今日は学食なんです。今朝は寝過ごしてしまって、お弁当を作る余裕がなかったものですから。あ、いや、そうなんですか、ごめんなさい、そうとも知らず呼び止めてしまって。私余計なことしましたね。余計なことだなんて、そんなことはありません。今日はたまたまだから気にしないで、また明日これに懲りず声をかけてください。あ、はい。でも遠坂さんでも寝過ごすことがあるんですね。なんとかごまかしてますけど、本当は寝ぼすけなんですよ。私部活だって朝起きられないから入ってないんです。それじゃあ食堂に行ってきます。三枝さんもごゆっくり。はい、遠坂さんも。られたね、ユキッチ。だから言ったでしょ、遠坂は弁当持ってこないって。釣りたかったらあいつの分も飯用意しないとね。マキ、それは私たちも食堂に移動すればいいだけの話では。ダメダメ、食堂は狭いんだから。弁当組が座れるスペースなんてねっての。それに遠坂と同席してみなさい、男どもの視線がうざいのなんの。前の休みだってさ、二人で遊
びに行ったのに、あいつだけ得しちゃってさ。やだよね、美人を鼻にかけた優等生は。牧野氏、君の陰口は東坂城に聞こえているようだが。あ、やべ、東坂に聞かれた。ゲゲ、めっちゃ睨んでるじゃん、あいつ。別に東坂さん、牧ちゃんを睨んでなんかないと思うけど。睨んでんだよ、あれ。あいつは笑ってる時が一番怖いんだから。なんだよ、いいじゃんか、愚痴ぐらい多めに見ろよ。私と遠坂の仲だろ、たい焼きおごってやっただろ。気にしないでいいのよ、三枝さん。それと牧寺さん、おごらされたのは私で、品物はたい焼きではなくクレープでした。無意識に事実を改ざんする悪癖、次あたりに直さないと考えますよ。え、マジ怖え、あの笑顔。ブー、なんだよ、大差ないじゃんか、たい焼きもクレープも。どっちも甘いの、皮で包んでるんだからさ。たい焼きとクレープが同じですって？本気で悔しがってるんだ、私。さて、とりあえずご飯ご飯と。
と、もう時間か。ではホームルームを終了する。日直は西と戸締まりの確認を。部活動のない生徒は速やかに帰宅するように。遠坂、今日はもうお帰り？ええ、朝方麻藤君と一件あったし、面倒になる前に帰るわ。やっぱりそうか。麻藤のやつ、今朝は特に荒れてたからさ。遠坂に手ひどく扱われたんだろうなって思ってた。そう、迷惑をかけてしまったかしら、三つづりさん。別に、麻藤が下級生をいびるのはいつものことだし、あれはあれでいい精神鍛錬になるよ。そう、よかった。じゃあこの埋め合わせはまた今度。はいはい、これに懲りずまた寄っていってちょうだい。留守電なんて珍しいな。相手は、やっぱりあんたか、綺麗。私だ。わかっていると思うが、期限は明日までだぞ、リン。あまり悠長に構えられては困る。残る席はあと二つだ。早々にマスターを揃えねばならん。マスターの権利を放棄するというのなら、今日中に連絡しろ。予備の魔術師を派遣するにも時間がかかる。お前にはすでに零時の兆しが現れているのだ。さっさとサーヴァントを召喚し、零時を開け。もっとも、聖杯戦争に参加しないというのならば話は別だ。命が惜しいのなら、早々に教会に駆け込むがいい。言われなくても分かってるわよ。聖杯戦争。たった一つきりの聖杯を奪い合う殺し合い。何百年も前から伝わってきた聖杯の儀式か。
本当、父さんもセイバーにゆかりのものを残してくれればよかったのに。サーヴァントはシンボルによって引き寄せられる。強力なサーヴァントを呼び出したいのなら、そのサーヴァントにゆかりのあるものが必要不可欠なのだ。父さんの遺言に期待してたんだけどな。これはこれでものすごい切り札なんだけど。うん、いいわよ、そんなものに頼らなくたってなんとかなるわ。そもそも私以外にセーバーを扱えるマスターなんているはずないし。消去の中に退去、退去の陣を4つ刻んで召喚の陣で囲んだ。ソニー、銀と鉄、礎に石と契約の対抗。ソニーは我が大使シュバイン・ヨーグ。降り立つ風には壁を、司法の門は閉じ、王冠より出て王国に至るサンサルは循環せよ。満たせ。繰り返し都度に五度。ただ満たされる時を破却する。アンフォン。
すぎる。告げる。汝の身は我が元に、我が命運は汝の権利。聖杯のゆるべに従い、この断りに従うならば答えよ。すべての善となるもの。我は常世すべての悪を敷くもの。何時三代の言霊をまとうしつて。抑止の輪より鍛え、天秤の守り手よ。間違いなく最強のカードを引き当てた。はい？扉壊れてる。あ、もう邪魔だかな。またやっちゃった。やっちゃったことは仕方ない。反省。それで、あんた何？開口一番それか。こりゃまた、とんでもないマスターに引き当てられたものだ。
認するけど、あなたは私のサーヴァントで間違いない？それはこちらが聞きたいな。君こそ私のマスターなのか？ここまで乱暴な召喚は初めてでね。正直状況がつかめない。私だって初めてよ。そういう質問は却下するわ。そうか。だが私が召喚された時に君は目の前にいなかった。これはどういうことなのか説明してくれ。本気？ひな鳥じゃあるまいし、目を開けた時にしか主を決められないなんて冗談はやめてよね。まあいいわ。私が聞いているのはね、あなたが他の誰でもないこの私のサーヴァントかってことだけよ。それをはっきりさせない以上、他の質問に答える義務はないわ。召喚に失敗しておいてそれか。この場合他にいろいろと言うべきことがあると思うのだが。そんなのないわよ。主従関係は一番初めにはっきりさせておくべきものだもの。うん、主従関係ははっきりさせておくか。やることは失点だらけだが、口だけは達者らしい。ああ、確かにその意見には賛成だ。どちらが強者でどちらが弱者なのか明確にしておかなければお互いやりづらかろう。どちらが弱者かですって？ああ、私もサーヴァントだ。呼ばれたからには主従関係を認めるさ。だがそれはあくまで契約上の話だろう。どちらがより優れたものか、共に戦うにふさわしい相手かを測るのは別になる。さて、その件でいくと、君は私のマスターにふさわしい魔術師なのかな、お嬢さん。あなたの意見なんて聞いてないわ。私が聞いているのは、あなたが私のサーヴァントかどうかってことだけよ。ほう、なるほどなるほど。そんな当たり前のことは答えるまでもないと。実に勇ましい。いや、気概だけなら立派なマスターだが。だから順番を間違えるなっていうの。一番初めに確認するのは召喚者の務めよ。さあ答えなさい。あなたは私のサーヴァントなのね。強情なお嬢さんだ。これでは話が進まんな。仕方あるまい。仮に私が君のサーヴァントだとしよう。で、その場合君が私のマスターなのか。いや、まああくまで仮の話だが。当たり前じゃない。あなたが私に呼ばれたサーヴァントなら、あなたのマスターは私以外に誰がいるっていうのよ。お、そうか。まあ仮の話なんだが、とりあえずそうだとしよう。それで君が私のマスターである証はどこにある？
ここよ。あなたのマスターである証ってこれでしょ。うん。納得いった？これでもまだ文句を言うの？はあ、まいったな。本気で言ってるのか、お嬢さん。本気かってなんでよ。その考えがだ。レイジュがあればマスターなのか。レイジュなどサーヴァントを利する道具に過ぎないだろう。まったく、そんな形だけのものでマスターぶるとはな。私が見たかったのは、君が忠誠を振るうにふさわしい人物かどうかだったのだが。何よ、それじゃあ私はマスター失格？そう願いたいが、そうはいくまい。レイジュがある以上、私の召喚者は君のようだ。信じがたいが、君は本当に私のマスターらしいな。全くもって不満だが、認めよう。とりあえず君は私のマスターだ。だが私にも条件がある。私は今後君の言い分には従わない。戦闘方針は私が決めるし、君はそれに従って行動する。これが最大の譲歩だ。それで構わないな、お嬢さん。不満だけど認めるくせに、私の意見には取り合わないってどういうことかしら。あなたは私のサーヴァントなんでしょ。形の上だけはな。故に形式上は君に従ってやる。だが戦うのは私自身だ。君はこの家の地下にでも隠れて、聖杯戦争が終わるまでじっとしていればいい。それなら未熟な君でも命だけは助かるだろう。怒ったのか？いや、もちろん君の立場は尊重するよ。私はマスターを勝利させるために呼ばれたものだからな。私の勝利は君のものだし、戦いで得たものは全て君にくれてやる。それなら文句はなかろう。どうせ君にレイジは使えまい。まあ、後のことは私に任せて、君は自分の身の安全を。あったまきた！いいわ、そんなに言うなら使ってやろうじゃない。
アンファン。まさか。そのまさかよ、この礼儀知らず。フィアトラーク、アインノイエル・ナーゲル、アインノイエス・ゲナツ、アインノイエス・フィアブリッヒン。待て、正気か、マスター。そんなことでレイジを使うやつが。うるさい。いい、あんたは私のサーヴァントなら私の言い分には絶対服従ってもんでしょ。なんだと。考えなしか、君は。こんな大雑把なことにレイジを使うなど。なるほど、君の性質は大体理解したぞ、マスター。念のため尋ねるが、君はレイジュがどれほど重要か理解しているのか、マスター。知ってるわよ。サーヴァントをリストル3回きりの命令権でしょ。それが何よ。いいかね、レイジはサーヴァントを強制的に行動させるものだ。それは行動を止めるだけでなく、行動を強化させるという意味でもある。例えば、私はここから遠くの場所まで瞬間的には移動できない。だがレイジで行けと命じれば、それが私と君の魔力で届くことならば可能となる。強制命令権とはそういうことだ。サーヴァント自身でも制御できない、肉体の限界さえ突破させる大魔術の結晶が3つのレイジュなのだ。まあ今では2つに減ってしまったがな。知ってるわよ、そんなこと。いいじゃない、まだ2つあるんだし。あなたに命じた規則は無駄じゃないんだし。確かにこれは私の誤算だった。レイジというものは曖昧な命令には効きが弱くなる。私を守り通せ、この戦いに勝てなどといった広く長く効果が続くものにはレイジの力が弱くなる。効き目は長く続くが、苦痛が小さいため逆らえるサーヴァントも出てくるだろう。逆に次の一撃を死ぬ気で放て、あのグラスだけは壊すなといった単一の命令は絶対で、よほど強力なサーヴァントでも逆らうのは難しくなる。さて、ここまでで私が言いたいことがわかるな、マスター。わかるわよ。要するに広く長い命令は意味がないんでしょ。効果も戒めも薄いならサーヴァントはレイジュに逆らって行動できる。そんな効き目の薄い命令をするなら絶対的な単一の命令をした方がいい。そうだ、レイジュとはもともと自分たちの能力以上の奇跡を起こすためのもの。それを代用の効く命令などで消費する具は許されない。君の先ほどの令旨は
まさにそれだ。私が君に従うかは話し合いで解決できたことだし、仮にレイジを使ったところで全ての言動に絶対服従などレイジが100あっても実現できない。じゃあ私のさっきのレイジは無意味ってこと？通常ならそうなのだがな。どうも君の魔術師としての性能は桁が違ったらしい。桁が違ったって、もしかして。ちょっとあなた、自分が今どんな状態なのか正直に話してみなさい。ああ、誤算というのはそれだ。先ほどの命令では少しはマスターの意見を尊重しようという程度の心変わりにしかならない。だが今の私は君の言葉に強い強制を感じている。君の意見に異を唱えると、そうだな、ランクが一つばかり落ちるようだ。つまりマスターの意向に逆らうと体が重くなって動きづらいというところか。宣言を撤回しよう、マスター。年齢は若いが君は卓越した魔術師だ。子供と侮り戦いから遠ざけようとしたのは私の過ちだった。無礼ともども謝ろう。やめてよ。確かにいろいろ言い合ったけど、そんなの喧嘩両成敗っていうか。そうか、いや、話のわかるマスターで助かった。なんか切り返し早いわね、あんた。何、誤算は誤算だったが、嬉しい誤算というやつだったからな。これほどの才能があるのなら君を戦いに巻き込むことに異論はない。じゃあレイジュ抜きで私がマスターだって認めるのね？無論だ。先ほどは召喚されたばかりで馴染んでいなかったが、今では完全につながった。魔術師であるのなら契約によるつながりを感じられるだろう。契約？サーヴァントは聖杯に呼ばれるけど、呼ばれたサーヴァントをこの世に留めるのは。そう、マスターの力だ。サーヴァントはマスターからの魔力提供によってこの世に留まる。魔力提供量は十分だ。経験的に問題はありそうだが、君の能力は飛び抜けている。普通の魔術師ならばサーヴァントを召喚した瞬間に意識を失っているだろう。だというのに君は活力に満ちている。先ほどのレイジといい、この魔力量といい、マスターとして君は間違いなく一流だ。
今さら褒めたって何も出ないけど。何のサーバント？見てわからないか？あ、それは結構。わかったわ。これはマスターとしての質問よ。ねえ、あなたセイバーじゃないの？残念ながら剣は持っていない。ドジったわ。あれだけ宝石を使っておいてセイバーじゃないなんて目も当てられない。悪かったな、セイバーでなくて。え？ああ、うん、そりゃ痛恨のミスだから残念だけど、悪いのは私なんだから。なあ、どうせアーチャーでは派手さに欠けるだろうよ。いいだろう。後で今の暴言を悔やませてやる。その時になって謝っても聞かないからな。はい？何？勘に触った？あーちゃん触った。見ていろ、必ず自分が幸運だったと思い知らせてやる。そうね。それじゃあ必ず私を後悔させて、あーちゃん。そうなったら素直に謝らせてもらうから。ああ、忘れるなよ、マスター。己が召喚したものがどれほどのものか知って感謝するがいい。もっともその時になって謝られてもこちらの気は晴れんだろうがな。いいわ。それであんたどこの英霊なのよ？アーチャー？マスターである私がサーヴァントであるあなたに聞いているんだけど。それは秘密だ。は？私がどのようなものだったかは答えられない。なぜかというと。あのね、つまんない理由だったら怒るわよ。それは自分でもわからない。はあ？何よそれ。あんた私のことバカにしてるわけ？マスターを侮辱するつもりはない。ただ
これは君の不完全な召喚のツケだぞ。どうも、記憶に混乱が見られる。自分が何者であるかわかるのだが、名前や素性がどうも曖昧だ。まあ、さして重要な欠落ではないから気にすることはないのだが。気にすることはない。気にするわよ、そんなの。あんたがどんな英霊か知らなきゃどのくらい強いのかわからないじゃない。なんだ、そんなことは問題ではなかろう。さまつな問題だよ、それは。さまつってあんたね、相棒の強さがわからないんじゃ作戦の立てようがないでしょ。そんなんで戦っていけるわけないじゃない。何を言う。私は君が呼び出したサーヴァントだ。それが最強でないはずがない。まあ、いっか。誰にも正体がわからないってことには変わりはないんだし、敵を騙すにはまず味方からっていうし。わかった。しばらくあなたの正体に関しては不問にしましょう。それじゃあ、アーチャー、最初の仕事だけど。早速か。降参的だな、君は。それで敵は？うん。下の掃除、お願い。あんたが散らかしたんだから責任持ってきれいにしといてね。待て、君はサーヴァントを何だと思っている。使い魔でしょ。ちょっと生意気で扱いに困るけど。意義あり。そのような命令はこと。いいの？これマスターとしての命令よ。マスターの方針に逆らったら体が重くなるんだっけ。まあ、あなたはその程度じゃどうってことないだろうけど、そのペナルティは今を掃除するまで続くのよ。そんな状態で明日から戦っていくのは危ないんじゃない。了解した。地獄に落ちろ、マスター。